こんにちは、荒木和弘です。令和3年8月25日水曜日のショートメッセージをお送りします。昨日のショートメッセージでお知らせした、渡辺秀子さん、高清美剛兄弟のこと、あの資料をですね、私のブログに載っけてあります。で、神戸の集会に直接リアルで参加された方にはお配りしたんですけども、その内容をですね、ブログで、決議の下につけてあります。これまあかなり長文になるんですけども、まあ非常にこの事件が複雑だということがわかります。で、この資料の中にも出てくるんですが、福留貴美子さんはですね、淀号ハイジャッカーの妻になった拉致被害者ですが、この福留貴美子さんについては、ユニバーストレーディングを通じてのつながりがあると、直接渡辺秀子さんと福留貴美子さんに面識はなかっただろうと思うんですけども、まあそういうような関係が、つながりがあるんですね。で、実はこの渡辺秀子さんの事件のもう一つですね、つながりのある方がございまして、でこれはですね、昭和42年に雄武町のですね、北海道雄武町というのはオホーツク海に面した港町ですが、ここから漁に出て、船ごと失踪した神谷圭五郎さん、そして息子さん3人の事件がございます。で、このオウムにですね、一時期渡辺秀子さんも住んでいました。で、実は神谷圭五郎さんのお嬢さん、北越優子さんはですね、渡辺秀子さん直接知ってるんですね。ということで、実はこの間、渡辺秀子さんの妹さんの鳥海恵子さん、とですね、まあ私直接なんとなくこう分かんなくて、つなげたことなかったんですけども、考えてみたらお二人の間に接点がなかったということで、お話をしてですね、電話で、とりあえず帯広と札幌なんですけども、お電話で話をされました。で、これ、こういうですね、様々なつながりってのはどこでどうつながってるか、わかりません。やってるうちにですね、っていうようなことが出てくることがあります。前に京都でですね、現地調査やってたときに、お二人の立命館出身の特定失踪者のご家族が来られてたんですけども、まあ言ってみたらですね、下宿が同じだったと、話をしててそれが分かったんですね。まあいた時期は違うんで、まあそういう意味では直接の面識は当然なかったと思うんですが、まあそんなことがですね出てきたりとか、まあ様々なつながりがあります。本当にですね、いろいろなことをやってってみるとこれ分かります。何もしないでですね、ただなんとなく事件眺めてても分からない。実際に出かけて行って、現地に行ってですね、で、見ているうちに、こんなことあったのっていうような話が、まあ、たくさん出てくると。もう私たちのやってる活動っていうのはこういうことの繰り返しだろうと思います。まあ、そういうことをやってるうちにですね、だん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 ピースの、ジグゾーパズルのピースが埋まっていって、絵が見えてくるということなんだろうと思います。まあ、普通のジグゾーパズルであれば、これ全体の絵がですね、最初にあって、そこにどこが合うかということではめていくわけですけども、このジグゾーパズルはですね、最初の絵がありません。まあ、あるいは最初の絵は全然違う絵だったと。で、それをですね、新たに組み直していくという作業なんで、まあそう簡単にはいかないんですけども、まあそれでもやればやっただけの甲斐はあるかなという感じがしております。今週土曜日28日には福島でやはりハイブリッドの集会を行います。この時は調査会の幹事であり救う会福島の代表である赤塚忠夫さんと一緒にお話をします。これまた赤塚さんのですね、これまでの調査、まあ、ものすごく綿密なことをいろいろやってこられました。そういう話が聞けるんではないだろうかというふうに思います。またそういうのを聞いていただいてですね、何か思い当たることがあったらば、私たちの方へお知らせいただければというふうに思います。今日はさまざまな事件と事件のですね、つながりについてお話ししました。
今日もありがとうございました。